sisters.
っちかが僕を戻したかな、うん、だからやっぱり僕の自分たりだと最初の目的がちゃんと果たせる、うん、これはまだ最初の目的じゃないですか。私もあそう割り込んでいくのは最初の目的。今日まだ軽く取るもんな。じゃあ取ったんですか。じゃあ明日軽く取る。そう、取ります。それ何ミリ。これは100度100 日本で100 日本で100だったら10かなり前まで行けるもん。そうそうそう、ボーリングしてもいいけどさ、それはもう交換しなきゃめんどくさいよ。だから2台でいいと。だからレンズは3本だな。14の24と27の24の70か、うん、で70の200と、うん、70のこれ持ってる。携帯機は600円ですよ。そうだな。ガンダマンさんありがとうございます。止まっちゃった。この木の邪魔なところ、この草をなんとかならないところ、風は吹く、風にゃんこにゃん。そうそうでしょ。鳥が飛ばねえなとかさ、鳥が飛ばないし、風邪ってそんなに動かないし、カルチャーともいいけどさ、鳥の人持ったことあるな。そう持ったことあるな、電源さんビッグ、ビッグカメラに乗った鳥専門、鳥専門撮ってるやつ、うん、そビッグカメラのカメラの主任やってるやつね、鳥分かってる。そうしたらじっと考えてるんですよ。そういうのいかもね。自分の奥に私たち行けない。本当でレンズに金かかるで
でいいカメラ買えんから言って、そうそうそう、私できない OD のマークとかって、それちょっと OD ね、でもレンズを透かすのになるそうそうそう、レンズ色がある、今回はね、まあ、なんとかなるんだけど、あとからでもね、レンズをちゃんと金かけちゃう、レンズだけは元レンズだけはないかな、抜かれちゃったな、抜かれちゃったカメラ、抜かれちゃった、うん、同じソフトの魅力なんですよ、そうそうそう、結局キヤノンのフィルムにこだわりすぎたんだよ、そうですね、いつまでも、そうそうそう、そこでキヤノンが初めて、世界で初めてあのフルサイズの 1DX、 そうそう、 1DX を出した時にキヤノンがびっくり動いちゃったわけだ、やっぱりね、あの電気回路が強いからね、そこで2個振りちゃったな、ニコンは持ってますよ、つかねえよ、全然つかねえよ、だってニコン派とキヤノン派ではっきり分かれとる、そうですよね、だってレンズも基本的にニコンは D5 でも同じ値段するけど、うん、30フレームしか取れん、これは60フレーム取れん、うん、そんだけ遅れとるよ、ようやらなきゃ技術ない、いいんだ、遅いわね、だんだんほら映ってるじゃん、そうだね、うん、ラビーロンも映るフィルムがなんか映りはいい感じするな、いやー、それは解像度ちゃう、もう最初の頃は本当に違うな、ソフト、ソフトだから、フィルムは、うん、でやっぱボケ、ボケ、まあ、言ったらボケとるな、うん、そうそうそう、いわゆるアナログとデータの違いよ、そうそう、だから LP レコードと CD と違うみたいなもんで、そうね、だからみんなさ、やたら鮮明な形、そうそうそう、ね、で、一回も加工できちゃったから、アルビソフト使ったらそんなもん、とんでもなくなっちゃうな、どうせやっちゃったりするからもう、もうホタルなんか撮ったらさ、ホタルをもう10枚から20枚重ねるから、ボン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 飛んでるみたいけど、もう飛ばないで、飛ばない。一匹でもね、あの、あれなんか、ヒメホタルなんかな、撮れへん。あ、撮ってんの？ホタル飛びかんの？うん？撮りますよ、今。もう一回撮ったらね、飽きちゃう。それが、たくさん飛ばないから。ヒメは特に飛ばんよね。ヒメあれ3日目はいたな。ヒメいかん。夜中とかよ、1、2時に飛ぶからあれ寒かったな、言ってきたの、うん、奥さんすごい情報お父さん、その奥さんの情報でも不満されて一度も不満されて怒られてるじゃん、こっち取れなかった、何やってんだって言って昔はね、お金買って夜中買っちゃう、どうしようもない、まあ、昔はね、お金買って、これで世話になるばっかだもんね、大丈夫、これは見たことない、いい、よろしく、また明日、気をつけて、カラコリ頑張ってちょっと撮ってください、ありがとうございます、何をしたか、何とかっていう YouTuber が持ってます、何気に入った、はい、どうも、I'm gonna go get some more.
Thank you.
しゃる。はい、サルバ。
Sé que muchas ganas llegó esta gente. Chuto, pues ya te da un carrito. ¿Eh? Thank you.
上出来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 上
から。